宮城県石巻商業高等学校は宮城県石巻市南京和座王妃にある県立商業高等学校。地元では関商と呼ばれる。1911年に石巻町立石巻商業補修学校として創立された男子校であったが2006年度より男女教学になった。石巻高等学校とは 姉妹校であり、6月になると定期戦が開催される。その際には、両校の応援団による応援合戦とともに、サッカーボート競技、公式野球の3種目で競技が行われる。2005年度からは、活字離れが進んでいると言われる、現代の高校生に読書する機会を持ってもらうために、テレビやインターネットなどのメディアだけに頼ることなく、活字の媒体から得る知識や、 教養の大切さを理解し、合わせて、国語力やコミュニケーション能力の向上のために、朝の10分間読書を実施している。また、生徒それぞれが、文部領道をテーマにして、秋になると、クロスカントリーなども実施されている。部活動では、卓球部やバレーボール部、ボート部やカヌー部、手段部、軟式やキューブが競合として知られており、特に手段部やカヌー部は、 全国屈指の実力と戦績を残している。吹奏楽部は平成20年、創立以来初めてコンクールに出場する。また、公式野球部が2009年9月周期高等学校野球宮城県大会において59年ぶりの決勝進出、準優勝に輝き総部90年目で、初の東北大会への出場権を得た。学習面では2006年から石巻、 専修大学と合同で高大接続研究事業を開始した。これは県内の公立高校では初の試みである。全日制主に取材講座、航空運動部文化部愛好会2011年9月12日、東高の体育館でスーパーフライがシークレットライブを実施した。ありがとうございます。